宮大工養成塾兵庫校塾生が刻みに参加しています。1年生の青木くん、実際に刻んでみた感想を聞いてみた。つい最近一回建前を経験して、実際にそう材料が組まれているのを見ているので、実際にそう自分がどこを刻んでいるかっていうのを理解しながら、そういう責任とかそういうのを感じながら作業できていて、木を刻んでみると意外とうまくいかないものです。しかし何度も何度も刻むことで木の芽がわかるようになり、刻みってこういうものなんだなということがわかるようになるんですね。一つ上の階級に上がると電動工具が使えます。早くきれいにするためには電動工具と手道具の両立が必要なのです。安全に気をつけてやっていきましょう。